おはようございます。カイチです。今回はキングダム2クラウンズの動画です。キングダムはニューランズからハマっていて、2クラウンズのアップデートでデッドランズがプレイできるようになりました。デッドランズクリアしたので、プレイする上で気をつけていたことをシェアしたいと思います。基本的には通常と同じプレイなので、5つの島を平定すればクリア。大きな変化を期待していたので、その点は若干残念だった。まあ無料アップデートでしたから文句は言えないですけど、通常プレイと違うのは見た目。これは通常と将軍モードでちょっと違うのと似ています。あとはデッドランズならではの王様能力、いくつか選んで使うことが可能です。さらに王様が乗る獣がいくつか追加されています。順番に紹介していきましょう。ではまず見た目から。キャンプにいる浮浪者が白くなったというか、白い帽子をかぶり始めたり、そこからコインをあげた後の無色状態ですね。これの見た目が違うので、慣れるまでちょっと時間がかかりました。背景も基本的に怪しいハロウィン調な感じです。もともと森の中は暗かったんですが、さらに暗くなっているような気がします。昼間なのに敵ポータルが見えないし、攻略に差し障るので本当に改善してほしい。キングダムニューランズの時は森に入ってもしっかり見えていたので良かったです。暗いと目が疲れるんですよ。あとは城の周りの施設も屋根がついたりと変化があります。小人も見た目が変わっているので、どれがパン屋さんでどれがバリスタ屋さんなのかしっかり把握した方がいいでしょうね。次に王様の能力。最初から使えるのが敵をフリーズする能力です。見た目的には攻撃している感じなんですが、攻撃ではないので注意です。 X ボタンを押すと発動します。2つ目の島でコウモリになる能力を持っている王様になれます。これが一番いい能力だと個人的には思います。一定時間高速で移動することが可能です。3つ目は分身。敵の注意を1回そらすことができます。具体的にはこの分身をめがけて1回体当たりしてくるんですね。その後は普通に本体の王様に狙ってくるので、あんまり使えないような気がしますね。まあ、平定するときですね、崖の中に最後のアタックするときが一番効果的なのかもしれません。なんですが、最後爆弾セットした後脱出できる獣に乗っているかどうかが重要ですね。スタミナのない獣に乗っていて、この分身の能力で最後まで行っても爆死してしまっては残念です。4つ目は攻撃バフ能力。短時間画面に映っている味方をバフらせることができます。これも効果的なのが平定の時の最後のアタックかなと思います。さっきと同じ理由で早く相手を倒しても脱出できるかどうか気をつけた方がいいですね。あとはブラッドムーンなどで壁際で活躍することも考えられるんですが、弓矢の石像で攻撃力を上げておけば特に問題ないと思うので、これがないと攻略が難しいかというと、まあそうではないかなというふうには思います。続いて乗れる獣について。まずは壁を作る獣ですね。ディフェンス特化型なので、新しい壁を作るときにちょっと防御が不安なとき、ちょっとだけ足せたりとか、相手の到着を遅らせたりするのは気休めではあるけど、プラスになるんじゃないかなと思います。崖の中での最後の平定アタックですね、あの時にも使ってみたんですが、割と騎士兵を守ることができているのでいいような気がします。ただしスタミナがありません。爆発の前に脱出できない可能性は高いので注意です。続いて、角で攻撃する獣ですね。これは騎士兵が突っ込んでいく能力と同じく自分が突っ込んでいくタイプなので、後半になればなるほど敵の大群の中にですね、突っ込んで攻撃をすると、まあ攻撃はできたものの返り討ちに遭う可能性は高いですね。なので使い時はかなり難しいんじゃないかなと思います。個人的にはあんまり使いたくないかなと思ってます。カブトムシみたいなものが乗れるようになりました。気持ち悪いうんちみたいのを撒き散らすんですが、このうんちみたいなやつ1個につき1体の敵を倒すことができます。まあ、なので森の奥深くまで探索していって、まあ、帰りにポータルが起動して、追撃に1匹2匹ぐらい出てくる敵がいると思うんですけど、まあ、それを、倒すのに向いてんのかなみたいな感じですね。まあ、それだったらコインを落としてあげればいいような気もします。
ということで、新しい子で魅力的なのはいないかなというふうには思いました。デッドランズの新要素は以上です。これから5つの島の自分なりの攻略法を紹介していきます。まず1つ目の島ですね。これは早く脱出しましょう。これはどこの島でもそうなんですが、壁はなるべく拠点から2つ目に作るように心がけます。どうしてかというと、拠点を鍛えていくと、途中で最初の壁ですねが両方とも自動でアップグレードされていくので、ここにコインを投入していくのはもったいないからです。あとは人をスカウトするキャンプも基本的には壊しません。一つ目の島には、解放に必要な宝石が落ちていません。コインの宝箱は落ちているので探し回ります。自分が攻略した時は船の位置がびっくりするぐらい遠かったんですが、しかし修理は1回コインを投入すれば終わりますので、比較的楽かなと思います。昼間にコインを投入すれば安全に修理が終わるかなと思います。弓兵4人と大工3人を連れて脱出しましょう。拠点にコインを入れる必要は特にないかなと思います。順調にいけば4日目ぐらいで脱出できるかなと思います。2つ目の島ですね。こちらも同じくすぐ脱出しましょう。宝石は結構落ちています。あと岩を解放するのがマストですね。初見プレイした時は見た目が分からなくてですね、解放しないまま4つ目の島まで行ってしまいましたので、ここは皆さん気をつけましょう。あとは自分は鹿を解放しました。まあ、特徴としては移動速度が少し上がるのとスタミナがちょっと増えますね。ただスタミナ切れすると自然回復には時間がかかるので、森の中で息切れすると結構きついです。あとは、そこら中に湧いている鹿ですね、これを誘惑することができますので、これはコインが欲しい時にとても便利で、やることがない時とかに森に出かけて行って 4、5 匹誘惑して弓兵のところまで連れていくっていうのが結構個人的には楽しくて好きですね。あと囚われの王様が出現します。まあこれはコイン12コインぐらいかな投入すると、旗が、赤い旗が立つんですけど、そうすると拠点から弓兵が一人とことこ歩いていってですね、王様をつないでいる鎖ですね、これめがけて矢を1本打ちまして、王様が下に落ちると。で3コイン投入すると、まあ、王様が解放できて、その能力を使うことができるようになります。注意点としては、この王様が囚われているところがポータルの外側にある場合に、2つ目の ところはポータルなかったかもしれないんだけど、ポータルの外側にある場合はコインを投入しても弓兵が来てくれないので、まあ、木の伐採と同じですね。ポータルを壊さないとそこまではたどり着けません。このコウモリの能力はもうずっとこのままでいいんじゃないかなと思うんですけど、X ボタンで能力を発動すると、まあ、コウモリになって移動ができるわけなんですけど、これ、小人を乗せている時たまにあると思うんですよ。乗せたはいいんだけど下ろしたいみたいな時、城の真ん中で下ろしたいみたいな時は、これコウモリになると自動的に下ろすことができるんで、これは割と知ってて得するノウハウかなと思います。この2つ目の島あたりから船の修理にコインがどんどん必要になってきます。あとは毎朝ですね、その何日目かっていうカウントが出ると思うんですけど、これは2つ目の島で何日目かっていうところになるので、こことは別の全体で何日経ってるかっていうのは、またメニュー画面を開いて確認していくといいと思います。49日目から16日間ほど冬になりますので、その前にいろいろ準備をする必要はあるので、そこは計算に入れながら確認していきましょう。あと宝石を不必要に持ちすぎると苦しいかなと思います。預けられるようになるのも、拠点をかなり鍛えてから、確か4つ目の島で鉄を鍛えないと宝石ボックスが出ないんじゃないかなと思うので、捨てられない宝石をですね、たくさんポーチに持っておくと圧迫してしまうので、取りすぎには注意です。この島で解放できる小人は、王様が乗る獣を乗り換えることのできる小屋を作る人ですね。個人的にはあんまり使わないんですが、気分によって乗り換えたいという人は解放しましょう。で3つ目の島ですね、同じくすぐ脱出します。ただし壁の強化解放ですね、これはマストです。宝石が3つ必要になりますので、まあ、この島で調達して解放して、でコインを投入して起動しましょう。これを起動しておくと、壁が弱めの壁でも全然敵の攻撃を防ぐことができますので必要です。
あとここでは壁を作る獣が手に入りますが、まあ、スタミナもそんなにないのであんまり個人的にはおすすめしません。さあ4つ目の島ですね。ようやく平定が可能になります。まあ最初の日は難しいと思うんですが、2日目ぐらいには一回どっちか端っこを見に行って、崖側がどっちかっていうのを確認しましょう。基本的にはその桟橋の方面のポータルは壊す必要はないので、その確認をしに行きますと。まあ2日目とかでも敵はこの段階でもう 4,5 匹出てくると思うので、最初の壁というか、壁はちょっと厚めに作っておくといいかなと思います。で、攻略の要はとにかく人ですね。人数が多ければ多いほどいいので、パン工房を作るといいんじゃないかなと思います。あとカタパルトですね。これは特に崖と反対側の桟橋側ですね。こっち側は基本的には発展させないので、カタパルトは置いておきたいと思うんですけど、壁をねいくつか作っておかないとカタパルトが出現しないのと、あと何枚作っても出現しない時とかもあるので、割とギャンブル目なんですけれども、まあなくてもクリアはできるので、出現したらぜひ絶対作ってください。で、あと自分はアイアンと呼んでるんですが、鉄の解放ができます。これで拠点と壁をマックスに鍛えられるのと、平定用の爆弾を作れます。ラストアタック行く時なんですが、崖を壊した方が安全かなと思います。自分が実況プレイした時は最後その崖を壊さずに、爆弾作って昼間の敵が出ない状態でその崖の中にこう突っ込むっていうことをやってるんですけど、まあタイミングが悪くて夜になっちゃうと普通に崖から敵が出てくるんで、それをさばきたくないとか、それを爆弾が到着するまでドキドキしたくないっていう方は、まあ崖を壊しちゃった方が安全という意味ですね。さあ4つ目の島の平定アタックが最も難易度高いかなと思います。あの弓兵を鍛える前なので、攻撃力が上がってないからですね。で、敵の巣みたいなやつですね。これが、4つ目の島なんで4つ出現するわけなんですが、これを壊すのが結構大変ですね。騎士兵をどこまで近づけさせるかっていうのは結構気にした方がいいです。深く入りすぎると大ダメージを受けてしまいます。自分は結構付け根のあたりに騎士兵を待機させていた方が安全かなという気はしました。で、巣を1個壊したら必ず、騎士兵にコインを足しておいてあげると。割とコインなくしちゃってますからね。で、注意点としてはこの騎士兵をちゃんとアップグレードしておくということですね。アップグレードする前のユニットですね。これは確かコインを 2,3 枚しか持ってないので、敵のアタックですぐにやられて無職になって逃げてしまいます。あとは最後爆弾をセットしてコイン投入して起爆すればいいわけなんですが、これは実際にプレイした動画を見てもらえばわかるんですけれども、この平定チャレンジで爆死してしまってます。まあスタミナ切れして出られなかったっていうことですね。まあそうすると自動的に1つ目の島へ戻されて、全体での日数カウントがリセットされて、難易度はぐっと減ります。死なずにクリアしたい人は、この4つ目の島の洞窟内は結構深いので脱出できるようにしておきましょう。ちなみに、死んでしまっても平定したということは変わらないので、そこは安心してください。ただし今までの島で起動してきた石像とかそういうのは未起動になります。宝石を上げた後の状態にはなってるんですけど、またコインを上げて起動しなきゃいけないのでそこは注意ですね。まあ、自分の場合だったら壁強化の石像が未起動という状態になってしまったので、ちょっと、ね、防御力が下がってしまったっていう弱点がありました。あとは平定の後は敵が出現しません。まあ、だからといってその崖と反対側の桟橋側の方ポータルがあるんですけど、こっからも敵出ないんですし、壊してもリベンジアタックないんですけど、壊さない方がいいと思います。まあ、おそらくなんですがポータルを壊せば壊すほどリベンジアタックがきつくなっているような気がするんで、安全にクリアしようと思ったらなるべくポータルを壊さずに最小限で最終クリアまで行くのがいいんじゃないかなと思います。まあ、本当全部壊していくとリベンジアタックがえげつないことになって、
これクリアできるのっていうぐらいになっちゃうので、そこは注意しましょう。次は一つ目の島へ行くのがおすすめです。弓兵の像を起動して攻撃力を上げるのはクリアするのに必須です。解放用の宝石をしっかり持っておきましょう。まあ実際にポーチに入れておくか、あるいはボックスにちゃんと預けておきましょう。自分はこれを忘れて必要数ないままに一つ目の島へ戻ったことがあります。まあそうすると本当に他の島へ行って宝石を手に入れて一つ目の島へ戻ってこなきゃいけないという二度手間になってしまうので注意です。しかもそうするとですね、今回は桟橋側のポータルを壊さないっていう風に言ったんですけど、そうすると桟橋側で作ることのできる灯台を作らないっていうことになります。灯台を作ると、他の島へ行ってからまた戻ってきた時に、灯台があれば船が壊れないっていうメリットがあるんですけど、まあ、なのでもう一回作り直さなくていいっていうところでコインとか時間を節約できるんですが、閉廷して戻ってこないプレイングにしてしまえば時間とコインを節約できるわけなんで、そうしていますということなんで、だから灯台作らないんで一つ目の島に宝石がないっていうことが分かるとかなり手間取ってしまいます。あとは船に乗るときの注意ですね。必ず全員が乗ったことを確認しましょう。弓兵が上に4人乗るのと大工が3人、騎士兵が全部で3小隊乗せられます。でこれは乗る前に出発してしまうと本当に乗らないまんま次の島へ行ってしまうので、これは目視しないといけません。騎士兵がこうわしゃわしゃ来るときに中に大工が紛れてたりとかして紛らわしいんですけど、まあこの辺はね慣れで見極めていきましょう。で一つ目の島を平定した後、まあ、バリスタの小人もいます。でこれ解放しておくと後々城の防御力を上げることができますので、特にリベンジアタックとかブラッドムーンに耐えるようになりたいという場合は、あると便利なので解放しておくといいかなと思います。この要領で2つ目の島、3つ目の島と戻っていって、順番に平定していき、最後5つ目の島行って平定するのがいいんじゃないかなと思います。で途中49日目の冬というのはおそらく避けることができないんじゃないかなと思うんですけれども、この冬の過ごし方ですね、これは別途動画にしてあるので詳しく知りたい方はぜひ見てください。その動画では49日目の冬が来た瞬間に5つ目の島へ行って、一から建築を始めて平定まで発展させることができましたので、個人的にもこれは初めてやった挑戦だったので何か参考になるんじゃないかなと思います。自信のない人は平定済みの島で冬を過ごすのがいいかなと思います。以上がデッドランズの攻略のまとめでした。お役に立てたら嬉しいです。キングダムはニューランズからの再生リストがあるのでぜひそちらをご覧ください。新しいアップデートやソフトが出ればもちろんプレイして動画にしていきたいと思います。ぜひグッドボタンで応援とチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。